はい、どうもです。今回はですね、電気化学の、7の1として、ネルンスの式を、解説していきたいと思います。かなりですね、物理化学の概念であるギブスエネルギーとか化学ポテンシャルから、考えるネルンスの式の、話となります。はい、では早速ですけれども、目次に、貼らさせていただきます。はい。目次としては、まずはですね、ギブスエネルギーと化学ポテンシャルを、復習していただいて、2番目、電気化学ポテンシャルへの展開をした後、3番目として、ネルンスの式の、解説を行います。まあ、電気化学ポテンシャルからの説明となってますので、まあ、正確にはですね、ネルンスト先生が、提出した論文とは、少し意味が違ってきますけれども、まあ、いいかなと。現在のところ、電気化学ポテンシャルをもとに、考えたネルンスの式では一般的となっていますので、こちらの方で説明していきたいと思います。ひげいいですよね。はい、では、いきます。まずは、ギブスエネルギーと化学ポテンシャルについて復習していきます。熱力学の復習として、まず内部エネルギーと熱と仕事の関係を、復習していきましょう。まあ、内部エネルギーっていうのが、あります。絶対量は分かりませんけれども、変化量は分かるという概念でしたね。内部エネルギーの絶対量は分からないんですけども、例えば熱とか仕事を加えることによって、この内部エネルギーがどう変化したかっていうことは分かると。つまり、最終的な、内部エネルギーのファイナルは、初期の状態である、まあ、これが不明なんですけれども、Q と W を加えたことによる、変化分として捉えることができます。つまり、内部エネルギーの変化っていうのは、熱と仕事で記述することができます。はい、まあ、これがですね、エネルギー保存則、つまり熱力学の第一法則でしたね。で、続いてですね、この内部エネルギーの変化で、ΔU イコール Q プラス W は、よく知られている式なんですけれども、このプラスマイナスの符号に関して、よく学生さん間違えますので、復習もしていきたいと思います。まず、内部エネルギーが増加する条件というのは、熱を加えた時と圧縮した時に内部エネルギーというのは増加します。内部エネルギーが減少するというのは、まあ、つまり冷却した時と膨張したときに、内部エネルギーというのは減少します。この熱に関しては、加熱したものが内部エネルギーの増加、減少したものが内部エネルギーの減少になるっていうのは、すぐに、わかるんですけれども、この圧縮と膨張はですね、よく学生さん、逆にとして理解します。その理由もですね、非常に、わかりやすくてですね、まあ、何か密閉容器ではないものに関して加熱をすると、内部エネルギー増加すると同時に、中の気体が膨張して、外側に仕事をしようとしますよね。なので、加熱して膨張するっていうイメージが強いので、その加熱と膨張をプラスとして考える学生さんがいますけれども、間違いです。ですか？だから、あくまでも、圧縮、膨張で考えると、まあ、この圧縮をすると内部エネルギーが増加する。これもう、ここだけ考えると、もうその通りですよね。膨張も中の気体の分子が膨張しているってことは、減少して、内部エネルギーが減少するってことなので、わかるんですけれども、この合わせて考えると、プラスマイナスのを逆に変えてしまうというのがよくありがちです。で、この内部エネルギーのうち、熱の式にして、内部エネルギー引く、W の式にしたもの、この熱っていうものが、まさにですね、このエンタルピーとなります。ですね、覚えていますかね。この W っていうのがマイナス P デルタ V なので、ここプラスになって、エンタルピーっていうのは内部エネルギー変化と、仕事によって、記述することもできるということも、思い出していただきたいと思います。ちなみにですね、低陽化における熱、つまり体積一定と考えると、内部エネルギー変化っていうのがまさに熱と、イコールとなることも、やりましたね。はい、まあ、こちらの授業だったと思います。物理化学の授業ですね。
はい。で、このギブスエネルギーの熱力学の基本式として G イコール H マイナス TS っていうのがあるんですけども、この式をいろいろ展開していくと、デルタ G イコールマイナス STT、プラス VDP という、熱力学の基本式、4つのうちの1つを、ここに記載しました。この式を用いて、式を展開していきます。まず、このギブスエネルギーっていうのをモールで割ることによって化学ポテンシャルに置き換えるんですよね。はい。で、ギブスエネルギーと化学ポテンシャル、まあ違うんですけど、ほぼ同じと考えてもらっても、構いません。ギブスエネルギーに関して、この、わずかな、モル数の変化を加えたものが、化学ポテンシャルとなります。はい、まあ、モル数を考慮するか否かですね。で、これに関して化学ポテンシャルの圧力依存性について考えていきたいと思います。等温低温を通過点における温度 T において4種類の化学物質が化学的に平行に達していると仮定します。AA と B、C と D が平行に達していると仮定します。こちら平行なので全ての A、B、C、D の温度っていうのはイコールになります。また圧力っていうのはそれぞれが平行に達しているので A の粒子、B の粒子、C の粒子、D の粒子が全部合わさったものが、その平行時における、圧力となりますので、圧力っていうものは P イコール PA プラス PB プラス PC プラス PD となります。まさにこの D とか C の、まあ、濃度っていうものが粒子数に比例しますので、粒子数と比例するこの圧力ですね。粒子数が少なければ圧力が低いですし、粒子数が多ければ圧力が大きいですので、この粒子数と圧力っていうものが比例するので、このすべての粒子数を加えたものが、その平行時の圧力となります。OK ですかね。はい。では、化学ポテンシャルと圧力の関係を考えていきたいと思います。まあ、初期の圧力は1バールと仮定すると、このように化学物質 A、B、C は全て理想気体とすると、A の化学ポテンシャルは圧力依存性を考慮して、このようにデルタ G イコール化学ポテンシャルの式として置くことができます。同時にですね、等温仮定、まあ、温度一定とすると、温度変化は0と置きますので、化学ポテンシャルイコール V 分の DP とデルタ PA となります。ここで物質量が、物質 A が1モルあたりの理想気体の状態方程式 PV イコール NRT の V イコールの式に直したものを導入することによって、化学ポテンシャルはこのような P 分の RT という式に置き換えることができます。では、これをですね、実際には反応スタートから反応終了、まあ、平行に達するまでの原型から生成形までの、濃度変化、まあ、粒子数の変化を圧力で、考えていきたいと思います。つまり、初めの状態の粒子数を、反応が平行に達した際の、粒子数を、圧力、分圧として考えますので、PAI から PF までの値を、積分するという形になります。つまり先ほどの式ですね、A の化学ポテンシャルイコール PA 分の RTA デルタ T デルタ PA っていうものを、PAI から PAF まで積分するっていう形になります。で、その時の化学ポテンシャルの値で、積分します。こちらはですね、このように UAF-UAI と、書き換えられて、こちら、右辺の式っていうのは P 分の1のデルタ PA ですので、まあ、こちらにちょっと積分の式書いてありますけれども、X 分の 1DX はログの X と置けますので、RTA 分の LN の PAF、PAI 分の PAF と置けます。積分っていうのは引き算をカチコンとくっつけると、これですね、分母にできるっていうのは、後でビコーラの方に書いておきます。はい。そうですね。数算やってない学生さんたまにいるんでね。はい。で、一番初めの A の分圧を PAI は PA0 で、まあ、1バールと仮定しましたね。で、この時の化学ポテンシャルも UAI イコール UA0 としています。なので、主状態の分圧 PAF を PA と表記すると、このようにちょっとね、
細かい表記というものを省くことができます。つまり化学ポテンシャルの初めの状態から生成系の状態、まあ、平行に達した状態のものを引いた値というのは RTA 分の初期状態から平行に達した場合際の圧力で記述することができます。つまりこれきれいにシンプルにまとめると、化学ポテンシャル、平行時に達した際の、化学ポテンシャルというのは、初期の化学ポテンシャルに、平行に達した際の、分圧、PA の分圧を加えることによって、表記できるということが、この式として証明できました。はい、では、この化学ポテンシャルというのをギブスエネルギーに戻すのと、先ほど4つありましたね。A、B が反応して C と D ができる反応、それぞれについて考えていきたいと思います。はい、で、化学平衡はですね、ギブスエネルギーに差がない状態ということが分かってますよね。まあ、ギブスエネルギーに差があるということは、反応がどちらかに偏ってしまいますので、生成系と反応系のギブスエネルギーがイコールと結ぶことができます。等温低圧過程におけて受けるギブスエネルギーというものを、こういう形で、表記することができます。つまり G の生成系が、D と C からできていって、反応系の A プラス B の、ギブスエネルギーの、式というものを、こういうふうに表記することができます。で、それぞれのこの NA、化学ポテンシャル A というのは先ほどの式ですね、この式にモル数をかけたものになっているだけなので、先ほどの式に NA を全てかけたものと式になります。化学両論式の両論比をですね、モル数をイコール A かける1と置いて考えると、まあ、つまりこれ係数みたいなもんですね。一番初めのこの A のことです。まあ、あるいは B、C、まあ、小文字の話ですね。と置くと、このようにギブスエネルギーの式を、導くことができます。はい、で、先ほどの前のページの化学ポテンシャルとほぼほぼ同じ、式になっています。こちらがギブスエネルギーの式で、化学ポテンシャルの式は、こちらのようになっています。何が違うかっていうと、この分圧の PA のところの累乗がつくかつかないかの話になります。A ですね。はい。ですか。まあ、もともとギブスエネルギーっていうのは、化学ポテンシャルにモル数を、かけたものがギブスエネルギーとなりますので、モル数に関する、係数が、反応式に関与してくるというだけの話になります。ではこれ物質 A についてこの式を導くことができたと。じゃあそれぞれの他の物質 B、C、D について同様に考えてギブスエネルギーの変化、ギブスエネルギー引く生成系引く反応系になりますので、全体的なギブスエネルギー変化っていうのは、デルタ G0 プラス RTLN 分の、生成系、反応系が下に来て、生成系が、分母に来るっていうような、よく見た式となります。化学平衡に達しているということはギブスエネルギー変化っていうものが0と置くことができますので、この LN のこの分子分母の部分っていうものを平衡定数 KP と置くと、0イコールデルタ G0 プラス RTLNKP で、デルタ G0 イコール RTLNKP と置けます。これがですね、化学平衡の基本式ですし、まとめますと、反応系、生成系に関して A と B が反応して C と D が生成されるという平衡を考えたときに、まず化学ポテンシャルとして、こういう形を導くことができると。で、ギブスエネルギーと化学ポテンシャルの間の関数として、モル数というものが、反応に関与してくるので、この圧力の部分に、モル数の、係数ですね、この C とか A とか小文字の D とか B が反応に関与してくると。で、ここの分母分子の部分、毎回書くのめんどくさいので、KP と平行定数を置くことによって、デルタ G イコールマイナス RTLNKP という化学平衡時における、基本式っていうものを導くことができます。はい、この式を用いたのが、前回の授業でやった、こちら南陽性の溶解度積の式になりますね。こちらちょっとアニメーション入っちゃってるんですけども、このように、
化学平衡の基本式はもう導けてますので、これに関する KSP の値を求めて、分母分子どっちが大きいかによって溶解度ということも、平衡時における、溶解度というものも、議論することができるかと思います。では、これについて続いて電気化学ポテンシャルを考えていきたいと思います。まあ、活量についても復習していきますと、まあ、活量はですね、実在溶液における実行モル濃度であると。まあ、どういうことかというと、まあ、この活量の英語はアクティビティと言います。つまりですね、物質の中でも、まあ、反応に関与してくる物質、の量みたいな感じで思ってもらえばいいかと思います。ギルバート・ルイスっていう先生がですね、活量の概念を入れたんですけども、活動度ともともと入れていました。はい、活量より、まあ、だいぶ活動度の方が分かりやすいんじゃないかなと思います。で、溶液の活量といえば、まあ、大体濃度です。で、気体の活量といえば、まあ、分圧になりますね。で、溶媒の活量はもう1として定義されています。で、固体の活量も1として定義されていて、電子の活量も、まあ、1として関与されています。まあ、つまり、溶媒、固体、電子っていうのは、まあ、完全には、減ることはなくて、全部、その反応系に関与してくると考えるんですね。まあ、ほぼ 100% 反応に関与してくると、考えています。まあ、つまりですね、どういうことかというと、活量係数がたまに与えられているときがあります。例えば 0.75 と与えられている場合、これをどういうふうに利用するかっていうと、例えば 0.1 モーラーの溶液があったときに、活量係数が 0.75 とか 0.5 だったら、それを単純にかけちゃえばいいんです。かけることによって、この 0.1 モーラーのうち 75% が反応に関与するモル数だとして、この溶液の濃度として式に入れていけば、問題を解けるようになってます。はい、では、電気化学ポテンシャルの話になります。電気化学ポテンシャルはですね、非常にシンプルな話です。まあ、化学ポテンシャルっていうのは先ほど言った、化学ポテンシャルに対して、初期の化学ポテンシャルに、それの活量を足したものが、化学ポテンシャルですね。化学ポテンシャルとなりました。で、電気化学ポテンシャルっていうのは、その物質のですね、ポテンシャルエネルギー、電荷と電位差を加えたものが、電気化学ポテンシャルとなります。なので、先ほどのですね、電気化学ポテンシャル、この上にですね、ニョロっていうのがつくんですけども、化学ポテンシャルに、こちらの電気エネルギーっていうものを加えたものが、電気化学ポテンシャルとなります。つまり、その物質のですね、電位の影響とか、電子の数、等が、まあ、イオンの数ですね。というものが、関与してくれるというのが、この式からわかると思います。で、この電気化学ポテンシャルを用いて、ネイルンストの式っていうものを、考えていきたいと思います。で、ここからですね、かなり、数式バンバン出てきますので、頑張りましょう。はい、では、ネイルンストの式導出1になります。で、電子従順平衡反応を考えます。P と Q と電子が反応して X と Y になります。だから P と Q は酸化体ですし、X と Y は還元体となります。で、ABCD はですね、溶液中における電位、まあ、ES の部分に存在していますし、電子っていうのは電極内部での反応に関与しますので、この EM の部分っていう電位を持っています。まあ、つまり違う電位を持っているっていう形になります。で、各成分の電気化学ポテンシャルっていうものを、先ほどの式に当てはめて考えれば、いいんですけれども、まあ、以下のようになります。ちょっと Q と Y はですね、ちょっと、書くの大変なので、ちょっと省略しますけれども、今回 P と電子と X の関係で考えていきたいと思います。まあ、先ほどの式に当てはめるだけです。P の電気化学ポテンシャル、この上にすいません、ニョロっていうのもちょっと入れ、るの大変だったので入れてないんですけれども、化学ポテンシャルにプラスして、LN の AP プラス、電気エネルギーで、電子のエネルギーっていうのは、電気化学ポテンシャルと化学ポテンシャルと RTLNAE とマイナス FEM となります。電子の場合はですね、Z の値っていうのは、マイナス1ですので、このプラスマイナスの符号が逆転になるのと、活量は先ほど言いましたけれども、1となりますので、ここの電子の化学ポテンシャルっていうのは、ここの、このように省略することができます。
で、x に関しては、この式となります。で、この3つの式を、記述することができましたので、それぞれに係数をかけてですね、化学平衡の条件式に代入して整理しますと、こちらのような式を、記述することができます。はい。ここら辺でもだいぶ、脱落していくかと思うんですけども、頑張りましょう。はい。で、電子受注平衡反応ですね、この式っていうのは、つまり、左と右において電荷は両辺で等しいですので、つまり、ちょっと Q と Y を省略した PZP-N イコール XZX っていうのは、まあ、イコールの関係で結ぶことができます。まあ、電荷が一緒なので。つまり、PZP-XXZ、ここの部分っていうものが、モルス N と一緒だということが、この式からわかるかと思います。なので、N を前に出して、NF、括弧 EM-ES っていうものが、この PNX プラス RTLN AX 分の AP となります。で、ここの化学ポテンシャル0がついているっていうものは、もともと物質固有の値ですので、まあ、ここ定数なんですけれども、ちょっとまだ置いといて、はい、こちらがですね、先ほど導いた式となります。で、基準電極に対するですね、電極電位 E っていうのは、この EM 分、EM-ES の、まあ、定数もある、まあ、大体ここの値が、基準電極に対する電極電位として考えることができますので、この EM 分の ES っていうものが、求めたい、電極電位の、求めたい、電位の値となります。つまり、FNFE イコール、この式になるわけですね。で、E の値、E の式にするので、NF を両辺で割ると、NF 分の1、括弧、ここ、この定数の部分ですね。プラス、NF 分の RTLN、AX 分の AP と受けます。で、もともとギブスエネルギーっていうのは、NFE0 ですので、この NFE0 っていうのは、この式になりますね。そもそもとしての、化学電子受注平衡反応の話、ギブスエネルギー変化として考えることができますので、E0 イコール NF 分の1が、この式と置くことができます。だからまあ、ここの式が入れ替わるってことですね。で、イコール E0 プラス NF 分の RTLN A 分の A。で、これをですね、ネルンストン式の一般的な酸化還元反応 OX プラス NE マイナスイコール RED。だから、オキシデーション、酸化体と還元体として考えると、このネルンストン式ですね、先ほどの式に当てはめると、このような式を、書けることができます。で、この式っていうのは電位化学において非常に重要な式となります。実際にはこの式っていうものはもう、覚えちゃってもいいんじゃないかなっていうぐらい、重要な式となります。で、非常にですね、いろいろな、変化系があります。具体的には、自然対数をですね、常用対数に直した LNX イコール 2.303 ログ10X ですね。で、R は 8.314 で、ファラデー定数は 96,500 で、T が298をもう代入して、ものをここに代入してですね、あと分母分子を入れ替えたものとして、E イコール E0 プラス N 分の 0.059 ログ10の ARED 分の AOX 体としてのネルンストン式もあります。まあ、どちら使ってもらっても構いませんし、ここが自然対数なのか、常用対数なのかっていうところはきちんと気をつけてもらった方がよろしいかと思います。最終的な計算の値が変わってきちゃうんでね。はい。いいですか？はい。では、ではネルンストン式っていうものを最終的にまとめますと、電位っていうものは標準電極電位の値に対して、電子の数です。反応系に関与してくる電子の数ですね。例えば、銅2プラスプラス2 E マイナスイコール銅だと、だったら、2個の電子が反応に関与してきますので、この値は2になりますし、例
例えば銀だったら Ag プラスプラス、1e マイナスイコール Ag ですので、電子、1電子反応が関与します。関与してきますよね。つまり N は1として考えることができます。で、それに対して、この、活量の、量ですね。だから反応に関与してくる物質の量みたいなものが、この電位に関係してくるということが、わかるかと思います。ですね。で、最終的には、この A の活量の値っていうのはもう一度言いますけれども、溶液の活量ですし、溶液の活量であれば濃度になりますし、気体の活量であれば分圧、溶媒であれば1だし、固体であれば1だし、電子であれば1となります。だからこの式っていうものが非常に大事になってくるってことが分かったかと思います。これですね、電気化学において重要な式となります。つまり、濃度等によって、この活量によって、この電位っていうものが変わってくるんだよってことが、ネイルソン式からも分かるかと思います。では、ここで終わってしまうと、なんじゃこりゃっていうネイルソン式を実際使ってみないと、あまり見つかないと思いますので。では、ネイルソン式をダニエル電池で、少し見ていきたいと思います。こちらの授業動画でやった通り、ダニエル電池の起電力っていうのは、可相度非可濃度ですので、0.337-マイナス0.763ですね。つまり 1.1V の値が起電力となりました。ただもう皆さんネイルソンの式を学んでますので、この式っていうものがですね、それぞれの物質の濃度、活量を考慮してないっていうことが分かっているかと思います。では、実際の起電力、ここまでですね、この1.1っていうのは、ここの標準電極での E0 の話になるんですけども、ここの反応に関与してくる電子の数、2電子反応してきますし、それぞれの酸化体と還元体の活量の値を加えると、起電力がどうなるかっていうのを考えてみたいと思います。で、こちらの式となります。考えるのはですね、非常に簡単で、それぞれの反応式に関して、ネルンソン式を置きます。ネルンソン式、亜鉛の、ネルンソン式っていうのは、初期の、標準電極電位プラス、2個の電子と0.659の、この亜鉛の、濃度ですね。で、銅に関しても、亜鉛の濃度となっています。で、そもそもの起電力っていうのは、先ほど同様に亜濃度引く可相度ですので、デルタ E イコール E 銅引く E の亜鉛ですね。これにそれぞれのネイルンソン式を導入すると、このように導くことができます。ここの標準電極電位の値っていうのは、先ほど計算したように1.1となります。では、この後ろのログの部分ですね、2分の0.059で括弧して、60分の銅の濃度引く、60分の亜鉛の濃度ですので、対数関数の引き算は、この分母のように、分数のように、まとめることができますので、最終的にこのような式となります。なので、ダニエル電子っていうのは、具体的にはですね、この電子を受け取る側の、この銅板の濃度が、亜鉛板の、のものより大きければ、ここの後ろの項っていうのは、プラスの値になります。つまり、1.1V よりも高い、起電力になりますけれども、例えば、亜鉛の方の濃度が高くなればなるほど、この値ってものが、マイナスの値になっちゃいますので、1.1より下がっちゃうっていう傾向になります。で、これはですね、非常に、実際のダニエル電池の実験をやってみればで分かるんですけども、亜鉛っていうものはどんどん反応を関与してくると、亜鉛2プラスが増えてきます。つまり分母が増えてくることになります。一方で、アノード側の銅2プラスっていうものは、反応がどんどん進行するにつれて銅になりますので、この分子の銅2プラスの量っていうものはどんどん減少します。つまり、ここの2分の0.059、60のここの部分っていうのは、どんどんマイナスが大きくなっていくんですね。つまり、ダニエル電池っていうのは、反応をスタートすると、どんどん起電力が落ちていくっていうのが、この式からも、わかるかと思います。
では、ご視聴ありがとうございます。今回ちょっと、ネルンスの式に関してですね、まあ、ややこしい導出方法をやりましたけれども、とても、大事な話ですので、理解していただければいいかなと思います。で、そこまで、ネルンスの式について、導出詳しく知らなくてもいいよっていう方は、ネルンスの式を、まあ、とりあえずですね、まあ、覚えてもらう。で、実際に使い方を、学んでいただければいいかなと思います。で、次はですね、このネルンスの式っていうものを使って、さまざまにいろいろ計算問題を解いていくことによって、あ、こういう感じなんだっていうことは理解していただければいいかと思います。で、まあ、いつも通りの最後の話となりますけれども、まあ、学外のアウトプットですね、非常に自己減算につながっています。皆様と共に、まあ、さまざまに学んでおりますので、次回ですね、ネルンスの式についてさらに、詳しく解説していきたいと思います。本動画は、以上となります。